はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、うん、ヘルメットレプリカコレクションスターウォーズフォースの覚醒です。ちょっと前に出ておりましたね、こちらね、はい、ヘルメットレプリカコレクションってのは結構前から出て、ストームトルーパーとかね、ダースベイダーとかあったんですけれども、それのフォースの覚醒のものが出てたので、うん、4つ買ってきました、はい、カイロレンでしょ、でファーストオーダータイファイターパイロット、はい、それとファーストオーダーストームトルーパー、はい、あと最後にキャプテンファズマ、はい、この4種類を買ってきました、はい、カイロレンは、ノーマルがこちら、レアバージョンの方はなんとフードをかぶってるみたいですね、うん、そしてファーストオーダーストームトルーパーはこちらがノーマルで、はい、レアバージョンは3つあるみたいで肩パーツがついてるみたいですね、はい、では今回はですね、エシン君はこのカイロレンとファーストオーダータイファイターパイロット、こちらを開けてください。はい、レアが出るか楽しみですね、うん、私はファーストオーダーストームトルーパーとキャプテンファズマを開けます。はい、ゆうちゃんはファーストオーダータイファイターパイロットからします。はい、どうぞ。パパはキャプテンファズマから開けます。あった。はい、はい、どうなんだろう、初めてだけど。あ、組み立て、あ、組み立てるのこれ、組み立てるみたいな。うわ、あ、どう、そんなファズマもあるけど、組み立てだけど大した組み立てではなさそうだ。そうだね。じゃあ次にパパファーストオーダーストームトルーパー開けます。はい、ゆうちゃんはカイロレンを開けます。はい、じゃあレア出てきてほしい。ノーマルだな、多分ね、ノーマルだ。エシン君はノーマルですね。ノーマルだ、ノーマルですね。はい、じゃあ組み立てていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。まずこちらがファーストオーダータイファイターパイロットですね。はい、はい、かっこいいね、うん、で、これが一番組み立てが難しかったです。はい、うん、細かいパーツがね、ちょこちょこありましたね、この辺とかね。はい、でもすごくかっこいいね、うん、よくできてますね、うんうん、はい、次にこちらがファーストオーダーストームトルーパーですね。はい、これはすごいいいね。そうだね、うん、まさにファーストオーダーストームトルーパー、うんうんうん、そしてキャプテンファズマですね。はい、これはね、ちゃんとね、メタリックになっててすごいいいよね。そうだね、うん、いいよ、うん、そして最後にこちらがカイロレンですね。このメタリック感がすごくいいんじゃないかな。そうだね、うん、いいね。この口の周りがこう二重になってるところもやっぱ本物だね、これはね、うん、近くに寄ってみるとこんな感じですね。すごくいいね、うん、かっこいい、すごくいい、うん、かっこいい。普通にこうやって顔だけ出てるとこれでなんかお話できそうだね。そうだね。あなた、そこで何をやってるの？今休憩中です。休憩だって？ブラスターの点検をしたの？まだ言ってません。早くブラスターの点検なさい。すいません、わかりました。はい、すいません。まったく最近の若い子は嫌ね。何をやってる？すいません、ブラスターの点検に行ってきます。はい、ということで今回はヘルメットレプリカコレクションスターウォーズフォースの覚醒でした。はい、ということで、今回の動画いかがでしたでしょうか、うん、これなかなかいいね、うんうん、すごい気に入った、うん、前のシリーズもちょっと買ってみようかな。そうだね、ダースベイダーとか普通のストームトルーパーとかね、うん、うん、すごいいいじゃん。もうこうやって飾っておきたい、本当に、うんうん、飾っておこうそうだね。はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方は、はい、ぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。はい、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい面白い、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、はい、ぜひそちらのフォローもお願いします、はい、あとマイチャンネルでは知ってたか知らないか知らないですけれども、は、はい、セカンドチャンネルもあったりしますよ。あー、あとゲームチャンネル、ね、ゲームチャンネルもやったりしますので、そちらもぜひ見てみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。